こんばんは、におですうー。もう完全に尻日付化して、ちょっと楽しくなってきちゃってる部分もありますけど、まあ、コメントは割と真面目にみたいな感じで行く、行きましょう。えっ、ー、と、太田遥香ちゃん、アンジュルムの案件、回答動画3発目ということになります。お,お付き合いください。さあ、行きましょう。えっ、ー、とね、 忘れちゃった人とかも含めてちょっとね行言ってこうかなじゃあまずはこの1個目の動画に、えー、と意見くれているクーポンポンさんですえっ、ー、とプロ意識を考え直してやり残してくれれば全然いいわ事務所がしっかり指導と処罰をしたならファンはもうぐちぐち言わなくていいですよねうん言わなくていい,い,いんだけどねうん なんか、ポジティブな話で本人を励ますようにしていくんだったら行ってもいいかなっていうはあっていうことでございました。ねっ。なんか励ましい集団になりましょう。<laughs> はいじゃあ続いて、えー、とみかんさん、ね。これちょっと長いですよ。ファンだし、しし戻ってきてきいいけど、難しいと思う。キャリアがありすごい人気メンバーとかならあるかもだけど今。 アンジュ卒業ラッシュでファンは悲しみまくってるのに問題を犯してその問題も詳しく説明されてない状態のメンバーが戻れるとは思えないしかも新メンバー入るかもしれないのに戻れないでしょ残念だけどでもキャラは好きだし戻ってほしい男性スキャンダルじゃないんだし新グループソロ難しいかな何かないかな 周りの大人たちがちゃんと教育しないといけないと言ってもまだ若いし難しいかな、えー、おそらくしばらく謹慎してやめちゃうんだろうな見せしめとしてアンジュメンは仲良いしこんな大げさにする前に会社やメンバーに謝ればよかったんじゃないのかなやっぱ難しいかなでも帰ってくることを信じて待ってる ハーチン頑張れまた笑顔でキュウリ食べてる姿見せてくれおなかなか若干崩壊気味のねご意見ねわかるところはあるんですけどねさあじゃあこのね男性スキャンダルじゃなくて男性スキャンダルじゃないんだしっていうところが これ男性スキャンダルだったらどうなってんだってことだよね。ね。うんそこ差があるってことなんだよね。でもこ,これはねお男側からしたら言わんとしてることわかるよ。うん。なんかどっちの方が今までのシリーズだと情報漏洩っていうところにすごくなんかスポット当ててる意見が多かったのね。だからスキャンダルっていうより情報漏洩の部分っていう。 ところを言う人が多くてああなるほどなと思ったんだけどうんこれ難しいね考え方ね、うん、あとねこれ一個違う感じがするのが違うこと言ってごめんね,なんかねせっかく書いてくれたのえっとね僕このーどっちだろうしばらく謹慎してやめちゃうだろうなの部分のくだりがなんか なんかもうちょっと違うことやってくれそうな気がするのとあとこのメンバーなんていうのかなうーん周りの大人たちの教育とかもそういういろいろねこれ分かるんだけど見せしめとしてっていうのはない気がするんだよな。うーんね。 あとは会社メンバーに謝ればよかったんじゃないのかなで多分あ謝ったりもしてる気がするんだけどそこ開き直れる子じゃなくて気づいてないだけ説ですねうんそんな感じじゃあまずこのターンはこの2個があの新しく来てたんでお答えしたということでございますありがとうございましたじゃあもう2つ目のやつも確か書いてくれた人がいて それはちょっとどこにあるこれか。あ、違うのクリックしちゃった。ごめんね。えーとね、ちょっと待ってね。なんかこのスクロールしてる途中で、ちょっとパソコンこれカタカタしちゃってんだね。これだっていうのに止まんなかった。はい、じゃあ行きましょうあ。あとね、これ前回。 えー、すごくちゃんとカレーちゃんと答えてくれない加齢なるスルーをしてしまったのはグルーナさんの意見があるんだけどあの非常にこのチャンネルを応援してくれてという意見だったのでそれを感謝しているということでございますすみませんで続いてえー、とこの人かこの人長文書いてくれたんだね、うん、OKOK、OK, OK じゃあ、こっから行こう。こっから行こう。えっ、ー、とね、アレックスさんね、えっ、ー、と、僕の、なんていうか、口とか滑舌をの部分だったっけな、指摘してくれたかったですね。ありがとうございます。で、サムネイル、リ・オオタ・ハルカ、そんなに悪いに反応して語る。あくまで犯してしまった行為自体は、それは悪いと思うよ。言ってみれば、プロダクションメンバーに対しての、 配信行為といえる事案と捉えるから、えー、たとえ本人にその自覚がなかったにせよ太田遥の脇の甘さが招いた不祥事若い人に失敗したから「はい罰」えー、バツってしっくりこないですってペナルティのないルールって意味なくないですかね本人はもちろん他のメンバーに示しがつかないのではそういうマーケットだからって言ってる意味がいまいち理解できなかったけれど プロダクションの情報が漏れようがメンバーの動向が漏れようが現状アイドル業界では仕方ないってことって取れましたがそういうことですかそれでは困るそうならないようにハロプロなりのルールを作ってそれなりに管理監督していると思いますがそしてそのおかげで我々がオタ数を楽しめているのでしょう、えー、今回の不祥事を不愉快に思ったオタも相当数いると思いますよ しかし国夫君を全否定はしませんよへこむらしいので低評価もやめておきます、えー、なぜなら一度の失敗でその人がやり直しを許されない社会や組合は健全ではないと思うので従ってプロダクションからペナルティ活動停止処分は再度のチャンスを与えた妥当な処分だと思いますあとは活動停止明けの本人のメンタルの問題 ずっとメンバーに引け目を感じていかなければ良いと思う。うんうん。OK ーー。えー、っとね、OK ーー。で、これね、僕ね、これ、アレックスさんと対立してるわけじゃないんだけど、対立したいわけじゃないってことね、なんだけど、この、聞いてる若い人に失敗したから、はい、罰ってしっくりこないは、これさ、 しっくり来ないよ、そりゃ。なぜかというと、罰を与えて何かが返ってくる時代じゃない。で、そういう時代に生きていた、多分僕と年齢近いのかもしれないけど、人たちだと、みんなが、環境がそうだったらそれで効くかもしれないけど、多分今の子たちそれじゃあ育たないよ。うんなんかうん、そういう気がする。だから、まあ、だからってことなんだけどね。 何てうかなそれでペナルティーのないルールっていうのもい言いたいことわかるけどこれ大人本当にね何て言うのかな悪質な大人に言 <laughs> うやつな気がしますようん。なんか基礎ができていなくてできてるかできてないかわかんないけどね基礎ができていなくてそれで何度言っても繰り返す系で若い子とかみたいなさそういう時にはうーん。 なんていうのかななんかそのタイプによる気がしてしまうどう,どうしようかなというそういう意見ですであとそういうマーケットだからって言ってる意味がいまいち理解できなかったを説明しましょうえっ、ー、とこれはアイドル文化っていうのが成り立ちとして今接触ありきに特に2010年最初ぐらいから加速してなってきたと思うんですねでそうすると そこから発生するトラブルっていうところが、まあ、ある種いくつかのパターンで推測ででできるってことなんですよでメンバーとまあ一つ大きく言えばメンバーと個人的な付き合いが出てくるってことですよね、まあ、これに多分該当してるんだろうけどで2つ目はいらない遺跡とかそういうところを持ちかけられる、まあ、個人的なところに入るかもしれないけどこれは会社対会社の話になるからヘッドハンティング的なことだと思うんですけどでそっちが危険性としてある。 あとは金銭もののこのやり取りうんこ,うこういうとこだと思うんですよだって接触できんだこうやって握手してる間になんか隠してこうじゃないけどやれちゃうわけじゃないでそういうことが予測できてないような事務所じゃないはずなんですですからまあそこっていうのもく踏み何つかな組み込んで なんていうの契約してるはずだし出てくるなんていうかな必要悪的なのじゃないんだけど出てくるであろうことはいくら契約してたって予測してるはずなのでそれを受け入れてギャランティーであったりマーケティングしていくはずなんですよでそれを言いたかったのそれがこういうマーケットだってことを言ってるわけですでもうう一つ行こうかこかれ せっかくねちゃんと言ってくれてるから回答しますよ。で「ハロプロなりのルールを作ってそれに管理監督をしていると思いますが」って言うんだけどこの今の接触のところに関してはハロプロなりのルールというより単純に接触がある場合のルールだと思う。でハロプロなりの処,処置という方はわかるけど最初のルールのところはあの実は。 ハローだけじゃなくて各地下とかも含めて現場って転がしながらルール作っていたと思うんでただそれがちょっとまた2020年っていう20年代になって時代と合わなくなってきてるのかもしれないですねんなんかそういうふうに感じますなので活動休止とかそういうのがねどういうふうにこれがもう時代に合ってるのかどうかってところはちょっと僕が まだもう,もう少し様子見ないと回答が出ないっていうとこかもしれないです。でも貴重なご意見ありがとうございます。さあ、じゃあ続いていきましょう。うんと、これはこのターンはこれで大丈夫なのか。ねそうそう。ちょっとコメントで書いちゃったりすると、なんかこのパッとね、この YouTube スタジオっていうのがあるんだけど、そこにさっと出てこないんだよね。うーん。はい、じゃあこれ。 最後の、えっ、ー、と、二つ、回答動画二つ目のやつにコメントくれたあものに返していきます。えっ、ー、と、ゆこちゃん、ぼ、ブログ、ゆこちゃんブログさんか。横ちゃんブログだ。ごめんなさい。これ多分横ちゃんでいいんだよね。これちゃんってさ、Y で。横、ね、ちゃんブログ。えっ、ー、と、私のコメントに対して意見を述べてくださりありがとうございます。前回回回答したってことですね。 えと検証の方法としてはまず彼女自身に発達障害なななどのの精神的な問題をを抱ええてていいいいかととうのを考えていくことです僕他のメンバーのブログにもありましたが彼女に対し様々な指導やコミュニケーションを取ってきたそうですが結果的に分かってもらえなかったと書いてありました太田遥香ちゃん自身も何とか答えようとしたと思いますが結果的あれこれ出てこないな ああまずいまずい、えー、っと結果的に結果的にあのようなことになったのでもしかしたらそのような障害などを抱えているかもしれませんそうだとしたらそのような問題が起きるのは仕方なく自分自身の努力ではどうにもならない部分があると思います ご両親にもお話を聞き、小中学生時代に学校でのルール違反や友達の秘密などを話してしまい、トラブルになった過去がないかなど、振り返るというのもあります。僕らファンの戻ってきてほしいというのが、逆にプレッシャーにならないかなと思っています。その他にも遅刻などが目立っていたという話も聞いた覚えがあります。 頑張りたいという意見を尊重するのも大事ですが今回大変な目にあってしまったのでご両親が活動をさせられないと言ってしまったらそれまでですし自覚がなかったと彼女が自分自身をあまり責めず少し考え方を変えてみるもの見るものどうでしょうか見るのもどうでしょうかって言いたいんだろうねうんもうこの人は多分太田遥ちゃんの データをかなり頭の中に入れていていそっからの、ね、分析結果なんだろうと思います。で、考え方を変えてみるのもどうでしょうかって言って俺が何かできるわけじゃないんだけど、うん、これどうだろうね僕が彼女の両親だったりまあ事務所の人間だったらってことで答えるしかないんでそれで答えますけど僕特別何かしないよ多分。うん だっっててもう分かってるもんみんなみんなにもこれ言われてるもんか今から何か処置するじゃなくてすごく前の動画の回答でも言ったけどすごく良かったところ話して、うん、なんかそこに対してあと時間がある部分でこういうことをやってみたらいいんじゃないのみたいな提案とかなんかそっちな気がしてる、うん、なんかかぶせてってこのうん お前ここ悪かったここ悪かったっていうのがなんかね、なんかねそれで伸び伸びる褒められ伸びっ子じゃないんですかなんかそのこれもう古いかあの <laughs> 多分ねみんなね言ったら落ちる系ですよそれが全然分かってないかなんだろうけど全然分かってない系の時の方が困るよねなんか褒めた方がいいと思います キャラに合うと思いますはいじゃああともう一個ビビデービビさんだねこれビビデナインっていうことやってんだね反応が多くて嬉しいですね、えー、初期に比べるといつも通りのくにお節になってきていい感じですハローもファン層が熱くなったところにいろんなことが起こっているのでいい機会ですから、えー、新山小山いろんな意見が交、えー、わせる場になると良いですねネット版うさぎの羊時があってお酒も欲しくなります <laughs> う、みたいいな感じですす。ね。ありがとうございますえっとねまずうさぎの羊っていうのはこのこ,このさ四方八っぱにあるんですけどここで本パーティーとかやったりし,してるんでそこそこで作業場で喋ってるってことなんですけどえー、っとあと「ね」「ファン層が熱くなる」もあるし「あーファン層熱いですよ今」ね。 ななんか考えられないちょっと脱線するけど十何年前とかからしたら、ね、女性のファンも大量大量というかもう逆転してますよねにいるしまあそれだから問題だったのになったった率が上がったのかねで意見が交わせる場所ってねありそうでないんですよ僕思ったんですけどこれ今この回答みたいな文字で俺書くかって言ったら多分本当に書かないのよ なんでかっていうとニュアンス全然伝わんないからなんか俺ずっと思ってるんだけど人の不祥事みたいなものとかなんか取り締まられたり罰みたいな謹慎とかそういう系のやつとかって議論しちゃダメよあとで,でもうちょっと時間が過ぎてさあとで見た時にその言葉のニュアンス分かんなくなっちゃってるもん。 なんかはみたいななんかちょっと険悪みたいになる人っているじゃないですかでそうなっちゃうもんねなっちゃう,う経験多めみたいなですねだから何かこれ YouTube 的な発想でいいなと思ってるのはちょっとちゃんと表情と体温入れてなんか誘導していきたいなと思ってるんですよ世論がもしあるんだとすればねうん だってなんか不幸にしてもしょうがないっすよ。ハッピーあげる大作戦の人たちなんだから。ね。あいちゃ余計なこと言いそうなんで、えー、とこんな感じですよね。ね。今日はちょっとその辺まとめましょう。えっ、ー、とこういうディスカッションをすることによって、えー、今まで先ほどのね話もう少し分かりやすく言うと。 今までコミュニケーション取れなかったところの分野に何か僕が入り込んでるような気がするんですね。で、これはいいとこ2つある。1つは自分の中での太田遥ちゃん、今回の題材だから太田遥ちゃんの応援してる周辺の方、気にしてる周辺の方の像が見えるおかげであのお僕自身も応援の仕方っていうところとか考え方っていうところが整理されてくる。で、もう2つ目。 えと皆さんの意見があることによって多分ですけどこれでちょっとずつ現場とか応援の仕方っていうのが2020年から未来バージョンが作られていくわけですよね。ですよでコミュニケーションの中で人間対人間だからコミュニケーションの中でしか型は作れないんですよね。でそれがおぼろげながらかもしれないですけどもまあ次の。 このウイルス系のものが一段落したときに現場というところで何か形見えていく楽しみができたというところですね、まあ、僕は楽しみたいと思ってますじゃあそんな感じでえっ、ー、と太田遥ちゃんアンジュルム動画に対してのコメント返答という回でございました、まあ、またやる必要がありそうでしたら、えー、と時を折を見てお届けしたいと思っていますそんな感じで国屋でした よいよを。